マガブン、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガブン漫画バラエティチャンネルです。紹介した作品は概要欄からお得に読めるからチェックしてくれだぜ。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。ということで今回は、SNS が原因で少女が地獄に引きずり込まれる胸クソ物語。少女が地獄に引きずり込まれるって胸クソの中でもトップクラスにきついやつじゃねえか。しかも SNS が原因ってのもリアリティがあって相当精神的ダメージが大きそうだな。全然リアルでもあり得るというかおそらく実際に起きていることだと思うよ。マジかよ。覚悟して読んだ方が良さそうだぜ。それじゃあ早速紹介していくね。マガボン、漫画バラエティチャンネル。今回紹介させてもらうのは望月義の先生の SNS の怪物という作品。本作は白戦車、黒蜜に掲載されている作品で現在3巻まで発売されているよ。あれ、この作品って以前にも紹介させてもらった気がするんだが。以前は1巻を紹介させてもらったんだけど、あまりにも胸クソでマガゾンにぴったりの作品だから今回は3巻の紹介をさせてもらうよ。3巻の解説ってこの動画から見た人はどんな話かわからないんじゃないのか。本作は1巻ごとに話が完結するオムニバス作品だから何巻から読んでも問題ないよ。一応ちょっとつながりがある要素もあるからもちろん1巻から全部読むことをおすすめするよ。どの話も胸クソなのか。すべて単行本ぶん投げたくなるレベルの胸クソだから絶対読んだ方がいいよ。てかなんで2巻は紹介しないんだぜ。実はそんなに胸クソ悪くないんじゃ。いや、2巻の話はヤバすぎてここで紹介できるレベルのものではないからだよ。前回のでも相当ヤバかったのにそれ以上って一般人が読めるレベルじゃねえじゃねえか。それでどういう作品だったっけ？本作は SNS を悪用した卑劣な犯罪や人間の表と裏の顔を強烈に描いた作品なんだ。例えば社会のことを何もわかっていない子供を言葉巧みに騙して、な写真を送らせたりだよ。リアルでも社会問題になっているようなテーマなんだな。本作は注意喚起的な意味も込められているある種の社会派漫画でもあるからね。そういえば作者の望月先生は、マトリズム、などを描いている社会派漫画の巨匠、鈴木正和先生の弟子だったよな。鈴木イズムを継承している望月先生の作品だからリアリティと臨場感が半端ないんだ。純真無垢な少女たちを SNS で言葉巧みに誘惑し地獄の底に引きずり込む胸クソ悪い大人が描かれており、あまりの胸クソ悪さに最悪の気分になること間違いなしだよ。とても褒めているように思えないんだが。またほんわかとした日常シーンから空気を一変させるインパクト満載の演出も特徴なんだ。あまりの緩急の凄まじさに度肝を抜かれる技だよ。連載デビュー作でこれは恐ろしいほど才能を感じる漫画家先生だぜ。それで1巻は確か優しい教師の裏の顔が中学生を騙して、するって話だったけど今回はどんな話なんだぜ。とある女子高生が SNS で仲良くなった友達と会った結果最悪の事態に陥る物語だよ。嫌な予感しかしないじゃねえか。もう少し詳しく教えてくれだぜ。それじゃあもう少し詳しく解説していくね。マガボン、漫画バラエティチャンネル。ここからは紹介するにあたってネタバレが含まれているから注意してね。本作は概要欄からお得に読めるから気になった人はよかったら活用して読んでね。それじゃあ解説していくよ。物語の主人公はババゾノカリン。カリンは15歳の高校1年生だよ。そんなカリンが難関高校の受験に合格したところから物語は始まるんだ。頭が良くて優秀な子なんだな。そんな子が SNS でとんでもないことに巻き込まれるとは思えないんだが。家族もみんな鼻高々でとても喜んでいたよ。カリン自身もこのままいい大学に行き、いいところに就職して家族を幸せにすると嬉しそうに話しているよ。はちゃめちゃにできた娘じゃねえか。まあそんな幸せな時はこの後すぐに崩れ去るんだけどね。入学後すぐに行われた課題テストで現実を思い知らされることになるんだ。全教科まさかの10点台という点数を叩き出してしまうよ。あれ、頭が良い優等生じゃなかったのか。なんとか難関校には受かったものの現実は甘くなかったんだよ。でも難関校に入って喜ぶ母親や定前の姿を見て勉強についていけていないことを言い出せずにいたよ。期待している家族を速攻でがっかりさせるわけにはいかないよな。
また家とは違い学校では消極的な性格のカリンは友達が一人もいないんだ。そのことも家族には言えずに、学校が楽しい、と嘘をついているよ。そんな中クラスで唯一話しかけてくれた人がいたんだ。その子の名前は熊野カリン。カリンと同じ名前なのか。なんか仲良くなれそうじゃねえか。いや、熊野は学年一の成績で見た目も可愛くみんなからも慕われているカリンとは真逆の人間なんだ。だからそんな熊野と同じ名前であることを憎らしく思っているよ。それで熊野はなんで話しかけてきたんだ。休みの日に友達と水族館に遊びに行く話をしている時にカリンのことも誘ってきたんだ。なんだ性格も優しいし完璧じゃねえか。もちろん熊野が嫌いなカリンは断るんだけどね。何やってだこいつ。そんなカリンの唯一の癒しは SNS で愚痴を書き込むことなんだ。SNS ではクラスメイトをバカにしたりしてストレスを発散しているよ。自分のことを棚にあげてそんなことしてるから友達がいないんだぜ。でもコメントではカリンを否定するものが多かったよ。ストレス発散のはずが逆にストレスの原因になってんじゃねえか。しかし、その中で唯一カリンの意見に賛同してくれる人がいたんだ。その人物は SNS で可愛い写真や動画を投稿しているイチコという都内の女子高生だよ。熊野とはタイプが違うけどイチコも真逆の人間なんじゃねえか。そうなんだけど実はイチコもカリンと同じような悩みを持っているんだ。そんなこともあり SNS を通じて友達になるんだ。なんか嫌な予感がするんだが。それから学校ではこれまで通りくらい生活を送っていたんだけどイチコとのやりとりを心の支えにしていたよ。そんなある日、イチコからある誘いを受けるんだ。イチコは SNS で裏垢を持っているんだ。そこでは自分の、な写真を上げているよ。最近リアルでもそういうアカウントがはびこっているよな。でも15歳でこれはさすがにヤバいんじゃ。てかある誘いってもしかして、ストレス発散になるからとカリンにも裏垢を勧めてくるんだ。まあ最終的には理性が働いてやらなかったんだけどね。ふう。一応そこまで頭が悪いわけではなくて安心したぜ。てか友達にそんな誘いをするなんてやっぱり悪いやつなんじゃ。いや、その後もカリンが絶望している時に励ましてくれる優しい子だったよ。おいおいイチコもいいやつだし熊野もいいやつだったらこの後何が起きるんだぜ。SNS でとんでもないことに巻き込まれる胸クソ漫画じゃなかったのか。いや、この後イチコと実際に会うことになるんだけどそれがきっかけで胸クソすぎる展開になっていくんだ。読んで確かめてほしいから全部言えないんだけどこの後起きることを一つ言うとしたら、キモデブ親父に公衆トイレで、されてしまうよ。嘘だろ。さすがにそれはここでは紹介できないぜ。このように本作は SNS がきっかけで最悪の事態に巻き込まれる人々を描いた読み応え抜群の作品なんだ。マガゾンが本気でおすすめする最強漫画だからぜひ読むことをおすすめするよ。それじゃあ俺は一足先にカリンの絶望する姿を拝んでくるぜ。ということで今回は望月吉野先生の SNS の怪物を紹介させてもらいました。